やるとするわ。やるとするわ。ここ。ここだ。なんか、ライフなんちゃらかんちゃらってあれを経由して。いや、なんとか観測所っていうところがあって、まあ、それの、なんつうの。西に、これがあった。おお。なんか珍しいね、これなんかね、この感じの。なんかガチな、なんか自然、なんか人工的ななんかあれが多かったけど、今までなんか。なんか自然を、なんつうの、超越したっていうのが、なんかもう、すごいなんかあれできそうじゃないか。化け物みたいな。てぇ。この曲なんか安心すんな。なにこれ。なんかはびこってんだけど。おぉ、現金。ってことは、ボムか、これよ。お、すごいな。てぇ。これだ。私がやらなければならないことは。あ、これ、んそれ。おぉ。これなんかいんのかな、化け物が住んでるかもしれない。おぉ。てぇ。これなんかあれか。これか。あ、でも別になんかまあ使う人ないって感じですけどね。おぉ。おい。お、危ねえ。よかった。それは重要だべ。これさらったっかな、こうやってな。最強の技何なんだろうな。最強の技はまだ手に入んないのか。まだまだ先か。おお、下が。これ何？お、こっちもなんかあるじゃん。まあいいや、ちょっと もう片っ端から行こうよ。わけわかんないから。おお。別に食らってもあれだろ。まあいいだろ。そんな重大な、まあ全滅するとかじゃないからな。強制的にもう通れないとかあったらなんかあれだけど。厄介だな。いや、ちょっと方向が分かんない。あっちだと思うけど、じゃあこっちがあれか。お、どんどん道が続いてるぞ。なんかあっちの中あっち行ってなかったよな。まあいいか。あれ？じゃあ行っちゃおうか。私たちはどこに行くの？どこに行くの？こうが。ん？あれ？こうだっけ？あれどこから来たっけ俺。あ、こうでこうか。なんかだいぶ来てんじゃん。いやーでも助かるわ。なんかもうこういうなんていうの、俺もシンプル、もうシンプルなダンジョンなんかあるんだな。それは非常に助かるわ。おーい。来たんじゃないかこれは。いて。何もないじゃないかこれは。べー。止まることもできないんだから楽しいのかなこれ。私は止まらないわ。おお。こうやって行くんだ我々は。はぁ。すげえ楽しんでるんだよ、これは。滑りながらね。これが、なんつうの、これをなりわいにするみたいな。もうそういうあれだよね。そういった勢いを感じるんだよ。カノンからのその覚悟を感じて。おお、もう来たんじゃねこれなんかもう、これ絶対これ来るぞ、この。火山の、なんつうの。火山のボボンガみたいなやつが出てくるから。フルリバイブ。フルリバイブなんかあれで珍しいの。おお、こっち行けんじゃん。おお。このダンジョン結構あれかな。貴重なやつがなんかあるかもしんないからな。もしかしたら、ちゃんとなんか後々に探索した方がいいかもしれない。へへへ。まあいいや、とりあえずまあ、まずはまあクリアをするっていう。ここを攻略するっていうことはまず重点的にやった方がいいでしょう。ティー。危ねえ、あるんですよね、こうやって。ミラクルベリー。だんだんちょっと手にあるアイテムがあれだな、その手にあるぞ。やたらなんつうの。凄まじあるのってきたな。私よ。当たらないわ。どうすればいいの？当たんねえぞ、全然。これ、もう爆発に巻き込まれてくよ。お、あそこにもなんじゃん。すげえな、ファイアロットのあれでね。ファイアロットのこのなんつうの、汎用性は素晴らしいことだよ。本当なんだよ、これ。これどっかで行くんだ？あ？これを突っ込んでいけと。任せなさい。これが私の滑空のあれよ。そうか。おー、なんかあっちもあんじゃん。なんか行けるとこいっぱいあるんだよね。行けるとこいっぱいあるってとこなんか道つながってんのかな、もしかしたら。一瞬だけ行ってみるわ。でも多分このなんかぶっ壊す。まあぶっ壊す方面があると思うんだよな。ちょっと打ち上げですか。おい。これ戻ってきてんじゃないの。マップがあればいいんだけどね。あ、でも上、なんか行ったんじゃねえか、多分。もしや。あ、じゃあ、痕跡ルートか。なんだ、なんかすげえ、じゃあ俺、遠回りした可能性もあるってことだな。まあいいや。お。
あ、ぶっ壊してくれなんかあるじゃん。ね、これどっから行くの？あ、この上はどうやって行くんだ一体。お、ついに。ちょっとまずここのことを探索するか。わけわかんなくなってきたな。こう上から行けんじゃねえかっていう疑念を、私の疑惑をちょっと。ああ、なるほど。道があるのか。道があって。でもあっち側なんかなかったよな。ちょっと行ってみっか、じゃあちょっと。もしかしたら回り込むような感じで行けんのかもしれないな。まあ、とりあえずここは行くなと。まあ、これはまあ必要なあれだな。なんか必要ななんつうの。まあ、あれなんじゃない。よくわかんないけど。さあ、これはちょっともしかしたら、うわ。やったな、これは。あれ、ここ来てないか。お？来てないな。なんだこれ。ちょっと徘徊してて、まあ、なんかその戻るような感じで、まあ、なんつうの。まあ、切ったんだけど、多分俺この、多分下行ったのかな、じゃあ。さっき。下だから、多分あっちも行ったんだけど。多分こう行ってないぞ。あ？あ、ここなんか怪しくないか？ここじゃないの。あー、これはいけるかもしれない。おい。お、これで道つながってない。あ、これで？え？ちょっと待って、あっち行っていいのか？怖いんだけど。じゃ行ってみるか。え？なんということだ。この界隈を来て、ここへ、あ、ここか？この問題のあれだよな。あ、これいけるなってんじゃん。あ、こういうこと？おー。お、ずいぶんなんかあれだな。何？手こずらせてきて、手こずらせやがったな。やっぱ余談だ。これを味わい。おー、執念深いなんかあれだな。執念深い証券当たられてる。これよ。来たんじゃねえか、これ。これもダメージくすに食らってんじゃねえか。まあ多分大丈夫でしょう。いや、もうこれは来たわ。おお、やっぱそうか。わいしょうなら存在を達され。おお、遊ぶか。遊ぼうか。支配者だったのか。ロンバルディア。え？ロンバルディア、ドラゴン、え？こんな感じなの？おー、で俺のイメージとドラゴンって全然違うんだけど。ててーれれー。そうだ。あの時と同じだ。おー、何それ。なんか面白いな。なるほど。手を貸してほしい。断る。断んの？こんなとこ住んで。諦めたりしない。熱い男だな。そうだ、なんかあれだからな、確率があればあれだからな。おお、そうそう、ブラッドのあれで、ね、そういうことなんですよ。押してるね。すげえ、もう合流してる。よからいいのか、この私を倒したらみたいな感じがないか。やっぱ倒すんだ。そうでございましたか。ででん、かっこいいんじゃないの。ロンバルディはかっこいいじゃん。一番かっこいい気がするんだ、このなんか今まで手壊したあれの中で。ドラゴンキャリバー。しかもなんか飛行、なんか飛行形態みたいな、なんかあれだったよな。なんか俺最初のびっくりしたもんね。なんか青いみたいなやつができたから。テレンテレンテテン。わが翼じゅ、あ、もしかしてあれか。もしあれなんじゃねえか。お前飛行機なんじゃねえか、もしかして。それはないか。いや、でもさっきのゴロって、いや、でもそれにしたらちょっとちっちゃすぎるか。ちっちゃすぎるよな。これだ。でれてん。ああ、しまった。これちょっと改造するの焦ったな。
テレンテレンテレン。どう？おー、殴りのは全然強くないな。スカッドランチャー当たってないぞ。こんだけでかいね。こいつ面白いな。この変貌するぞ、こいつ。変貌したところ、それあれだね。あ、それ魔法作ってないな、そういえば。ハイヒールとか欲しいな、そろそろ。ハイヒールやって、ちょっとあのアームの、あれだ、改造もやって、ちょっといろんな、ちょっとやりたいこといっぱいあるんだよな。やらなきゃいけないこといっぱいあるんだ。これだ。てててれ、てんててれ。曲は一緒か。てれててて。おお、すげえな、だいぶ強いな、なんか。いいダメージを叩き出すのが来てんね。てれれて。ドラゴニックガンブラスター。おこれやばそうだね。やっぱなんか変身してるよな。これちょっと食らうんじゃないか。お、意外とそうでもなかったか。ポーションベリー、私のポーションベリーよ。受け取りなさいよ。ありがとう。恐ろしいことだ。テレテンテンテンテレテン。お、ゼーブなんか意外と強いな。意外と強いじゃないか、この技は。やりますわね。おお、また来たか。ズームやってくんだよね。あ、めっちゃこうやってね。あれ、さっき、あ、さっきと違うか。さっきと技が違うのか。もしや、これや。当たってねえし。でも昔に比べたらなんかあれか、まあ多少なんか当たるようになってるのかね。なんかまあ序盤とか全くなんか当たってなかった気がするんだよ。ショックスライダー。金持ち溜まったかな、少しは。テレテンテレテンテレテン。おい、まずいぞこれは。お、これまずいぞ。死人が出たんじゃねえか、ちょっと。危ねえ。回復だ。おお、それ助け合うんだ。それ助け合いが重要なんだよ。テレンテンテテン。これよ。ルン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 。やっぱしぶといな。お、ちょっと毎ターンこれちょっと使えなくてな。光はええんだけど、光の道を。起きたぞ。ズーム食らってんね。テレンテンテンテン。ミスティックでポーションベルトがあればなんかあるんじゃないの。だいぶいい感じなんじゃないの。全体で多分2000ぐらい隠すんで。なかなかこいつしぶといな。おー、てか結構攻めてきてんな。いや、攻めてん、ちょっと俺はこれダメだ。ちょっと介入しないとダメだ。危ねえ。そういう、おお、もう全員あれだね、もう。もう全員もうマックスモード入ってるぞ。マックスバイオレンスモード来てしまったな、これは。ポーションベース使ってしまったか。ちょっとこれはちょっとあれだ。なしの。さあ。これだべ。おお、噂のミスティックポーションベリーな、少ないな。これな、ミスティックなんかあんま使った記憶ないんだけど、そもそも。これちなみにあのバケツ男がこれずっと言ってるから、うんってなんかこう流れるたびに来たぞ。さあ見せてくれこの技を。テレテンテンテテン。おお、ちょ、そのリニアなんちゃらかんちゃらキャノンも気になる。これ見せてくれよ。おお、お、結構強いじゃんこれ。あ、まあいいか。なぜこれやつか、なぜこれやつか、なんでその感情的になってるの。なぜなのだ。ズームなんかうろたえてんのなんか。もっと見せてくれ、その戸惑った表情。何届く、なんでこっちが劣勢になってんの、このなんか。なんでだ、諦めないよ。なんでそんななってんの。
こっちは圧倒的に押したろ。トゥルトゥルトゥル。これ何が起きたの一体。おそらくまずいぞ。おい、力を貸しなさい。どうにかするんだ、この状況。でん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 。おお。これ来たんじゃねえか。これ来たでしょ絶対。なんということ。あれこいつこうなんかあれだよね、あいつがいたとこだよね、変ななんかバケモンみたいな、なんか、はあはあ、ずいぶん優しくなったな。いや、なんか壮大な話になってきたな。なるほど、その世界っていうのがあれだよね、概念がそうだ。ててててカイバーベルト、ああ、最終作戦。なんかあれか、決戦近いのか。じゃあうつわがあれば一つの線を出して扱うことができる。ほう、何かに世界を出すのすげえ話だな。すごいな。お、マナ、マナの概念があれか、ここで、やっとなんかあれか、解消されたか。へぇ、トラペゾヘドロン。牢獄？なんかすごい話になってきたな。なるほど。4箇所また、あ、そういう系、なんか魔界のなんかあるみたいな感じが。各地に残されてる手がかり頼りに。でもあれだな、なんかもし乗れんだったらこの人に、なんかそのなんか、ま、今まで行ったことないとこ行けばいいんだよ。おお、かっけえ。いや、これ絶対乗れるでしょ、これ。これで乗れないって言ったら発狂すっからな、もう。道端にひっくり返るぞ、マジでも。お、来た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 。なるほど。へえ。おい、やっと来たか。これは熱いね。あ、何これ。あれ、これ知らないとこだよね。ちょっと待って、これ何この。お、来たぞ。北の大きな島。へえ。お、あ、ちゃんとなんかあれじゃん。なるほど。あ、でもそこまでなんかあれだね。あ、また町の人に聞くのか。でももうここまで分かればあれしだってんのか。そんだけ分かればそこら辺だってのなんて探しまければあれなんじゃ。この上とかなんかあれな。なんかあったび、いろいろと。これよね、やっぱね、楽しいのってね。あ、これも行ってないじゃん。ここもあれだべ。これは盛り上がってきたな。やっぱなんかあれだよね。これなんつうの、もうこの、どこまでも行けるっていうの、今まで行けなかったのに一気にガッて行ける、この解放。これなんですよね、やっぱね。なんか島あったよな、なんかな、謎の。こういうとこも怪しいんじゃないの。こういうのも怪しいだろ。これさらっとしたなんかさ。こういうのが上っつうか、こういうとこも絶対これ怪しいんだよね、これね。だからそういうことなんですよ。でも、割とまあ限られてる感じですから、なんかな、もう、なんつうの、今までその、うお！なにこれ？なにこれ？なにこれ？
おお。やばい、逃げよう。何か発見してしまった。あ、そう、ここもあれじゃん。あ、ここも絶対あるじゃん。これも怪しいべ。これも気になったんだよ。ここなんかあんじゃん。絶対なんかあんじゃん、ここ。いや、楽しいな。もうこれなんだよね、やっぱ。さあ、ちょっといろいろ徘徊してみっか、じゃあ。ぬいぐるみ。もうちょっと行くかも。片っ端から。もうわけわかんないけど。もう、なんぞ、そんなんか謎だけど、なんか。よし、もうちょっと目についたとこ、すべて行こう。これいけんの？よし。まあ、これをやれと。とりあえずは。おー。な、この、なんか見覚えあんな、こういう感じの。なんか来てるね。ハイヤロットか、殴るか。殴る、なし。ね、この面白い曲は。あー、あ、そういうこと。どう？あ、OK。あ、しかも曲なんか新しいね。今までなかったぞ。てれてれ。な、これずっと待たなきゃいけない、こうやって。なんだ、それは。でも大変だな。お？まあ、でもこれは、とりあえず。なにこれ。お、なんか新しい。空中移動。何？何？おう。それを使えって。あ、そういうこと？これやると。で、これ？あ、なるほど。あ、そうやってやるんだ。ちょっと幅が増えたね。止まってくれ。あ、でもこれでなんかあれか。いろいろできるようになったってことじゃ。えい。こうか。よし。てれてれ、てれてれ。どこだ、これなんか出てくるのかな。もうちょっといろいろじゃ、あれだな。しばらくなんつうの、謎の感じで、やってみる。まあちょっと徘徊したりとかなんか。徘徊したりとかしながらなんか、なんつうの、こうやってまあ進めつつって感じでいいんじゃないですか。やってみるか、それで。トゥルトゥル、この曲いいな、なんか。おー。まあ、あっち側に行けって話なんだろうけど、ちょっとこれも気になる。まあいいや、行っちゃおうか。ああ、こう、ギリギリ行った。風の中で答えてくれよ。あー。それもなんかヒントなのかな。あー、乗れってこと？あ、あ、試しに。これいけない。ほん。なんかあんのか。あ、なんかあんじゃん。あ？まあ、とりあえずこっち行ってみるか。まあ、何かしらなんだろう、それ。あ、外あれかなんか。あ、でもいいや。いや、なんか風の出てるところなんか殴ればなんか変わんじゃねえかと思ったが、これ怪しいね。ああ、これ出るのあれ変わるんだ、きっと。多分そういうことだろう。これにより、これいけそうで多分いけないよな。多分そういうことだべ。ああ、やっぱそういうことだ。なるほど。出る。おい、これはこれはどのようにして解決するんだ。てれんてんてんてれんてんてんてん。困ったちゃんだな。よいしょっと。おお、微妙に。ギリギリ、ギリギリのあれか、これ。ほ、え、ボスとかいんのかな。てれ、てんてれてん。
もうなんかちょっと怪しいね。お、なんか来たんじゃねえかこれ。邪魔するな。ボスだなこれは。あ、やべ、改造するの忘れた。てか補給もしてないわ。それは何もやってない。まあいいか。待って、あれだ。お、なかなかあれじゃん、ガーディアン的なあれかな。スプリガン、ついにそういった恐ろしいの来たか。ナイトウィング、ほーん、なんか王道的な感じが。はい、回した。ミラーコート、いや、ミラーコートやってきなかったな。これ魔法効かないよなって考えると、ちょっとあれだね。お久しぶりのあいつの出番来たんじゃねえか。したらこれあと当たんねえじゃん。これブレイク使ってことは多分なんかそれっぽいな。あれ、ちょっと待って、ゼロ。うお、俺の今頭の中に化け物が降ってきてる。テレンテンテレン、さあ来たか。行きましょう、私の出番だ。さあ見せてくれ、君の素晴らしいアロー見せてくれ。テレンテンテレン、またどうにかして、もう気合でどうにかして、もうめっちゃ強いな本当なこいつ。さあめったくそにするんだ。俺ちょっと干渉してるこれ。やばくなったら言ってくれ。やばくなったらいつでも俺に声をかけてちょうだい。テンテレンテレンテレンテテン、おいぞ。それで一旦あれだから消耗してくるから、それすげえ助かるんだよな。お前ポーションベリー使うのか、そこで。なんということだ、慎重派だねやっぱ。テレテレテン、これやっぱ時間かかんのかね。さっきブレイク使ったってことあれかなんだ。それは弱点か。普通になんか走ってくるのかもしれない。反撃だ。あ、さ、パーソナルスキルもやってないな。カウンターいいんじゃないの。メテオドライブ。お、いいじゃん。あれ、カノン結構、あ、でもなんか割とあれだな。あれ、カノンなんか割とあん、なんか、いいんじゃないの。おお、拮抗してきたか、もしかして。だんだん。ちょっと体力はちょっとあれだけど。心もとない。なんかあれだな。ちょっと見せてくれ。あ、結構あれだな。育ってきたか、もしかして。いい感じに。そういうこと。さあ、どうぞ。スパイラルタイム。ああ、これまずいぞ。これ多分1500くらいいくな。まあ、ちゃんと一人一人のが丁寧に座ってやっていくからな。うーわ、ちょっとまずいね。お、俺やっちまった。俺ちょっと待って、これまずいんじゃねえか。まずい。おい、スパイラル対応のがすげえ強いぞ。危ねえ。ちょっとあれだな、ここでちょっとカノン変えて。何この危険極まりな、あれは。テレテレテンテンテン、よし、これだ。まあそれかなんかもう、ティームなんかガーディアンのなんかあのなんか完全回復のやつ、あのユニコーンみたいなやつ、なんかあれつけて、つけたらあれじゃないか。まあ全体回復みたいな。まあそれは無難かも。あ、でもまあそれできるときに変えればいいのか。って考えたらやっぱティムすごい優秀なんだ。ボス戦向きだよな、と思う。終わったか。てんてれでててん。あら、途中の宝箱が気になるんだよな。お、宝じゃねえ。この経験値が結構あれだね。てれてて、いい感じになってきたな。さあ、もう片っ端から行くから。てれてて。ボン。お？あれもしかしてなんかあの魔界、あの柱と同じパターンで、まだある。やべ、ちょっと待って、ボス戦、ボス2回の可能性が、それはちょっと。
と聞いておりませんぞ。何これ、4つのなんかあのルートをたどってスイッチ探させるみたいな、そんな感じかな。これ今までいけなく、なんつうのかな、いけなかったところいけるようになるって感じが。これなんだ、壁が、宝がちょいちょいあんだよな。てれ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 、あれ結構一個一個ダンジョンなんかあれか、がっつりしてる感じが。もしや、おい、微妙に届かないんだけど、なんなのこの、なんだこの謎の物体は。これあれか、これか、あ、そういうこと。もう単純、単純極まりのあれじゃん、雲のピース。なんだこれ、そうだ、なんかいろんななんかわけだからないと思うんだけど、ザ・プリスト。ちょっと待って、俺何も装備してない、何も装備してないぞ。おお、そんなん持ったのか。てれれてて、俺の知らぬ間にいろんなやつがあったな。なんかないの、カノン様。マインゴシゾン、マインゴシゾン持ったんですよ。おお、なんか俺のあれだな、俺の知らないところでいつまでかどんどんなんかいろんなアイテム手に入ってるな。てれんてんてんてん、てるん、なにこれ、アイテム、アイテム部屋かこれ。おう、アイテム部屋かもしんない。てれてれてん、カノンもっとなんか全体の攻撃技とかなんか覚えるすごいのがあれなんじゃん、雑魚戦にすごい活躍するんじゃん、そんな感じ。好きよな。これはですね、どうするかっていうと吹っ飛ばすんだこれ。ほら、わかったか、わかってくれたかい。てれてんてれてて、これ何、おい、あ、で、あれも、ああなるほど、そういうことか、わかった。はい、全部小賢しい手を使うな、すげえ小賢しいんだよ。お宝、なんか太陽の、これ何これ、かけら、その太陽なんか、なんちゃら、なんかあれか、あ、やっぱな、鍵的なあれかな、多分これ集めるんだろ、きっと多分集めることによって何かしらなんだろ。あ、試しにちょっと真ん中行ってみるか、じゃあ。まあそれでわかるんだろ、どういった何が求められてるのかっていう。で、これが真ん中の神殿で。あ、やっぱそういうことだ。まあ、多分順番があるんだよ、これ。星へと至る過程。すげえ、しかし、あ、ちゃんと順番もあるね。何、朝、昼、晩みたいな、そんな感じ。そんな感じ。おー、なんか結構ガッツリあんね。なんかあの、魔界のあの、柱はなんかずっとぐる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 回ってる感じだったけど、なんか。割とここあれだな、ボリュームすごい一般人だよ、ちょっと。はい。とりあえずよくわからんから2個回しといては。これ地味にこれくるくる時間かかんねんな。それが私はちょっと。とりあえず、ちょっと待てよ。これどうやって戻すんだ、戻せなくね、戻せないんだが、どうすればいいんだ、いけるこれ、あ、いけそうな気がする。あ、いけんじゃん。あ、なんだ、いけんのか。うーい。さあ、左下に。左下来たぞ。てれんててんててん。これ何？おー。あー、またそれ系。まあ、とりあえず、まあ、あれ回していけって感じだな。ててててー。おー。まあいろいろなんかやることいっぱいありそうだな。おう、そうだな。そりゃそうだわ。じゃあとりあえずこれで行ってみて。はい。それは複雑だな。さあちょっと変えてみたが。まずはこれでちょっと行っ
けないのか。微妙にいけないな。あ、いけんじゃん。お、なんか回った。あー、なるほど。あ、じゃあこれいけんじゃん多分。おう、まあ、作動してるはず。で、これにより、しかしながら距離足んないのよね。これ無理だべ。はあ、はあ、あれ、これでも普通にいけんじゃん。こういって出たよ。このこれ謎解かなきゃいけないんだよな。ってことは、これ多分いけんだよな、これ何かしらのあれで。何かしらんべ。ボムダメ、これもダメ。おー、これ、これが、おう、あ、これもし、あ、なるほど、そういうことか。よかった。俺なんかあれだと思った。なんかあの、なんかそのなんつうの、もうなんかそのグッズを取ってないみたいな。もうそもそも誰かしらの、だそれがどっかにあって、なんかそれがないとなんか攻略できないんじゃないかって、ちょっとなんか思い始め、ちょうど今ちょっと思い始めてしまったところだ。よかった。とりあえずこれ揃ったな。で、揃ったはいいが、点、全部点か。補正と至る過程に、過ぎ去りし彩り、風、月、星、雲、太陽、太陽、雲、月と星ってのがあるな。あれ、ちょっと、なんかヒントあったか。最後じゃ星ってこと。あー、これどっちがどっちがどっちなの。そもそもこれどっちがどっちか、それもあれなんだけど。あの、これが、あ、いや、最後星で、わかった。最後星だ、願いたいわ。星、はい。で、雲、まあ、雲じゃん。で、あれでしょ。で、太陽で。で、その前が月があるからなんですよ。で、そっから、座るじゃん。どうだ？かー。はい。風の海。彩り、過ぎ去りし彩りってなんかあるな。順に示せ。過ぎ去りし、彩り、あ、お、やった、来た。あ、ちょっと、雲、月、太陽、星だったな。こっちがまあ最後っていう、まああれで、まあ一応それを、まあそれでちょっとまあ軸でちょっと試しにやってみたんだけど、まあ適当にちょっと入れ替えたらなんかだったな。来てしまったんじゃねえか、これは。よこせ。あ、これボス来んじゃねえ、これ。思ったより手こずったな。へへへへへ。お、すげえ。何このエメラルドストーンみたいな。お、なんか来るんじゃねこれ。スピリチュアルオブウィング、戦い理由を示せばいい。へえ、なるほど。不可能と心得よ。運命。
本当だよ。コレット金を守りたかった。ほう、おいましね。うわー来たぞ、決まりだよね。決まりじゃねえ。というか、お押し付けられた運命。そうだ、自分で見つけよう。それが答えなんだ。いいこと言うじゃないか。何が引っかかっ、何が引っかかっている。そうだよね、そうだよ。生きて守り抜く。よく見つけたのだ。へえ、自分の意思で考えた。なかなかあれだね、成長したな。ほんほん、というか自分を見つけたのだ。ここで別れなの？え？楽しかったのだ。お別れ？え、本当にお別れなの？やっと。ああ、大事なものをなくしてしまったんだ。何をなくしたんだ？あ？お戻りできた。生きたぞ。お前がいないとコンバインが使えねえじゃん、だって。なるほど。哲学的だな。なかなか面白いこと言うね。光に帰った。へえ。おお、あ、それ嬉しいな。ハイコンバインだと。最大攻撃行います。やばいぞ、それは。うわぁ。あ、なんていいわ。抱きしめたね。プーカにプーカ押してくれてこいよ。へえ。熱いイベントじゃないか、これ。でれん。っていうもなんかすげえ成長したな、なんかもう。俺こんなになると思ってなかったよ、だってもう。始まった時は。フォーチュンスタッフ。なんかいろいろ手にあったんだな。お、めっちゃ強いじゃないですか。シェルウィーの、これもさっき今手に入った。同じ部屋だな。これ最強ならなんじゃないの、もしや。いつの間にやら。いや、マジで強くなったな、ほんとに。やっぱこうやって、こういうのがあれだな。人間ってやつだよね。やっぱ。人はどんどん変わっていくんだ。なかなか面白いもんだな、人間ってのは。よし。帰るか。